天使の奇跡。岡田由紀子さん永遠の謎となった38年前の悲劇。1986年4月8日、日本の芸能界に衝撃が走りました。ポスト松田聖子と称された人気アイドル岡田由紀子さんの突然の死。わずか18歳という若さでした。ゆっこシンドロームと呼ばれる若者の後追いが社会問題となり、その波紋は日本中に広がっていきました。亡くなってから38年の歳月が流れた今も、死の真相は完全には明らかになっていません。清純な歌声と愛らしい笑顔で多くのファンを魅了した彼女は、なぜ死を選ばねばならなかったのでしょうか。自宅のマンションで発見された遺書、日記風のノート。サンミュージックの相沢会長は、そこに原因となる男性について書かれていたと語り、恋愛で悩んでいたことを明らかにしました。しかし、その相手が誰だったのかについては、複数の説が浮上することになります。第一の仮説は、俳優の峯岸徹さんとの関係です。禁じられたマリコで共演した峯岸さんは、当時42歳、24歳年上の大人の男性に、10代の岡田さんが密かな思いを寄せていたとされています。遺書に名前があったとされる峯岸さんは、当日に異例の緊急会見を開き、正直な気持ち、ショックです。僕としては兄貴のつもりだった。でも彼女の方には、プラスアルファがあったのかもしれないし、それがもし愛であったなら責任を感じる、と語っています。第二の説として浮上したのが、俳優の神田正輝さんとの関係でした。ある週刊誌は、峯岸さんはカムフラージュに過ぎず、実は神田さんとの関係が本命だったと報じます。さらに、松田聖子さんの妊娠発表が引き金になったとも報道されましたが、後に記事は捏造と認められました。第三の説は舘ひろしさんとの関係です。岡田さんの好みのタイプとして名前が挙がり、隠れファンだったという噂から広がりました。第四に浮上したのは、より衝撃的な石原裕次郎説です。当時の石原プロモーションの芸能界における絶大な影響力を背景に、様々な憶測が飛び交いました。昭和芸能。さらに注目すべき証言として、枕営業に関する暗部も指摘されています。ある証言者は、初めての枕営業の後、しばらく放心状態になっていた。もう彼に会えない、と泣いていた、という衝撃的な証言を残しています。第五の説として、過密スケジュールによる精神的疲労が指摘されています。ある取材記者は、朝8時から夜9時まで13時間にも及ぶ密着取材で、風邪で体調を崩しながらも点滴を受けて仕事を続ける姿を目撃したと証言しています。元福田専務は、繊細で、もともと躁鬱の激しい子だった、と振り返り、年間休日がわずか1日という過酷な労働環境を明かしています。4月7日深夜、岡田さんは成城の峯岸徹さんの自宅前に姿を現しました。朝方、泣きながら帰宅したという目撃証言が残されています。峯岸さんは当時、前妻との子供と暮らし、別の女性と婚約中でした。翌4月8日朝10時頃、南青山のマンションから、ガスの匂いがするという管理人からの通報で、第一の危機が発生。警察とレスキュー隊が駆けつけ、手首にリストカットの跡のある岡田さんを発見。北青山病院に搬送されました。その後、サンミュージックの元専務、福田時生さんと付き人と共に事務所へ向かった岡田さん。名古屋の実家、自宅のマンション、事務所という選択肢の中から、自ら事務所がいいと答えたといいます。事務所に到着後、7階の社長室で3人は相沢会長の帰りを待っていました。0時15分頃、福田専務に会長からの電話が入り、専務が別室に移動した瞬間の出来事でした。付き人との二人きりとなった社長室で、岡田さんは一瞬の隙をついて屋上へ。そして、誰も止めることができないまま、その小さな体は闇の中へと消えていきました。昼時だったこともあり、事故から15分後にはテレビで実況中継が始まり、現場は大勢の人々で騒然となりました。この突然の出来事は、ゆっこシンドロームと呼ばれる社会現象を引き起こすことになります。事件後、
新たな謎が次々と浮上していきます。岡田さんの最後を目撃したとされるマネージャーの溝口信夫さんが2000年7月19日、岡田さんが最後に使用したとされる個室トイレで自らこの世を去ったのです。この偶然とは思えない場所選びに様々な憶測が飛び交いました。さらに2016年12月2日の爆報、ザ週刊誌で元サンミュージック専務の福田時生さんが衝撃の事実を明かします。岡田さんの死後、事務所の金庫にあったはずの資料すべてが何者かによって持ち出されていたというのです。後に判明したところでは、この資料を持ち出したのは1988年から1990年にサンミュージックに勤めていたオーストラリア出身のリチャード氏。30年でも100年でも保存することに意味があるという信念から独断で持ち出したと認めています。福田時生さんは同じ日に起きた2度の自殺についてそれぞれ異なる理由があったと語っています。1度目は好きだった人のことを思っての行動であり、2回目は迷惑をかけてしまったことへの申し訳なさと、もう生きていけないという思いからだったのではないかと推測しています。昭和芸能、岡田さんの死は残された家族にも深い影を落としました。両親は2年後に離婚、母親の孝子さんは持病が悪化し入退院を繰り返した末に他界されています。最愛の娘を失った悲しみは家族の絆までも断ち切ってしまったのです。最終的にサンミュージックの相沢会長は、理由は失恋によるショックと仕事の多忙さによる躁鬱状態と結論付けました。有力な説として峯岸徹さんへの一方的な思いとその叶わぬ恋の痛みが彼女を追い詰めていったのではないかとされています。歌手としてのキャリアはわずか2年、しかしポスト松田聖子と呼ばれた岡田雪子さんは清純な魅力と類まれな才能で短い期間に多くの人々の心をつかみました。頭脳明晰で努力家だった彼女は芸能界の厳しい現実の中で懸命に自分の道を切り開こうとしていました。38年の歳月が流れた今も彼女の死の真相は完全には明らかになっていません。妊娠していたという噂は司法解剖が行われていない事実から否定されていますが、他の多くの謎は今も解明されないままです。当時16歳でデビューし18歳でこの世を去った岡田雪子さん、その透明感のある歌声と愛らしい笑顔は今も多くのファンの記憶に鮮やかに残っています。彼女の死はバブル期の日本の芸能界が抱えていた闇と若いアイドルたちが背負わされていた重圧の象徴として私たちに重い教訓を残しているのかもしれません。華やかなスポットライトの裏で一人の少女が抱えていた孤独と苦悩、38年の時を経た今、私たちは改めてこの悲劇から何を学び、どう生かしていくべきなのでしょうか。岡田雪子さんの短い生涯は現代の芸能界にも、そして私たちの社会にも深い問いを投げかけ続けているのです。岡田雪子さんの突然の死から38年、当時日本中を震撼させたこの出来事は芸能界の在り方や若者たちのメンタルヘルスについて私たちに大きな課題を投げかけました。春色のメロディー、唇ネットワークなど彼女の歌声は今も多くの人々の心に生き続けています。その透明感のある歌声と愛らしい笑顔はまさに天使のアイドルと呼ぶにふさわしいものでした。しかし同時にその清純なイメージの裏で彼女は想像を超える重圧と孤独を抱えていたのです。年間たった1日の休みしかない過密スケジュール、芸能界の複雑な人間関係、そして叶わぬ恋、わずか18年の人生で彼女は大人でさえ耐えきれないような重荷を背負っていました。体調を崩しても点滴を打ちながら仕事を続け、弱音を吐くことさえ許されない、そんな彼女の姿は当時の芸能界が抱える闇の深さを物語っています。現代の芸能界ではメンタルヘルスケアの重要性が認識され、アイドルたちへのサポート体制も整いつつあります。 SNS の発達によりファンとの距離は近くなった反面、新たなプレッシャーも生まれています。岡田雪子さんの事件は今なお私たちに重要な警鐘を鳴らし続けているのです。
しかし私たちが忘れてはならないのは岡田由紀子さんが残してくれた希望の光です。彼女の歌声は今も多くの人々に勇気と癒しを与え続けています。その純粋な思いと情熱は世代を超えて受け継がれ、新たな才能たちを励まし続けているのです。今回の動画をご覧いただきありがとうございました。皆様の記憶の中で岡田由紀子さんはどのような存在として残っているでしょうか。コメント欄でぜひ皆様のお考えやお気持ちをお聞かせください。そしてこのような悲劇を二度と繰り返さないために私たち一人一人にできることを共に考えていければと思います。チャンネル登録、高評価をしていただけると幸いです。次回もまた心に残る物語をお届けできるよう努めてまいります。